X.js とは AJAX DHTML DOM スクリプティングといった技術を使ったインタラクティブなウェブアプリケーションを構築するための JavaScript ライブラリー。もともとは有を拡張するアドオンライブラリーであり、JQuery とプロトタイプとの相互運用性も確保している。バージョン1.1では他のライブラリーに依存する部分がなくなり、オプションで 別のライブラリーも使えるようになった。バージョン2.0では、ユイ、ジェイクイリー、プロトタイプと同時に利用することも、単独で利用することもできるようになった。モバイル用は、同じ開発元であるセンチャー社から、センチャータッチとして提供されている。X と JS は豊富な GUI ベースのホームコントロールを持っていて、Web アプリケーションで利用できる。以下のものがある。 これらコントロールの多くは Ajax を使ってウェブサーバーとやり取りできる。X と JS は以下のようなアプリケーションサポート機能を持っている。2007年12月4日にリリースされた X と JS2.0 はデスクトップにより近いインターフェースと機能を提供できるとされていた。また API などのソフトウェアドキュメンテーションも一新された。 エクスト JS2.0 は1.1との広報互換を確保しておらず、そのためにマイグレーションガイドを作って対処した。エクスト JS のバージョン3.0は2009年6月6日にリリースされた。このバージョンでは REST 通信のサポートと新しいエクストダイレクトサーバーサイドプラットフォームが追加された。標準の表示コンポーネントに フラッシュによるチャートとリストベレメントが追加された。バージョン2.0のコードと広報互換性があった。X と JS のバージョン4.0は2011年4月26日にリリースされた。このバージョンアップではクラス構造が完全に変更され、データパッケージの変更、SVG や VML を使ったアニメーションとドローパッケージ、 新しいチャートやテーマ設定といった改定がなされた。また、MVC スタイルでコードを管理することができるようになった。X と JS のバージョン5.0は2014年6月2日にリリースされた。このバージョンでは一つのコードベースでタッチデバイスに対応したデスクトップアプリケーションを構築することができ、MVVM、双方向データバインディング、レスポンシブレイアウト、 グリッドに配置しデータの視覚化やビッグデータ分析に用いるウィジェットが使用できる。また、グラフ描画パッケージがタッチ操作に最適化され、金融チャート描画機能が追加された。X と JS のバージョン6.0は2016年3月29日にリリースされた。このバージョンでセンチャタッチがマージされた。X と JS のオープンソース版のライセンスはしばしば、 変更され、そのことが批判されてきた。バージョン2.0にでは LGPL ライセンスだったが、個人的、教育的、非営利的利用に限るとか、非オープンソースソフトウェアを除外している、オープンソースプロジェクトでの利用に限るとか、ソフトウェア開発ライブラリーや、ツールキットではない商用アプリケーションでの利用に限るといった政権がついていた。 これらは X と JS2.1 では変わっている。このような開発側の主張する条件に従う者も,もいるが、そもそも LGPL のライセンス条項は X と JS 開発者がどのような条件を付けようとそれをどう使っても自由だと保証していると主張する者も,もいる。これに関しては若干の論争があったが、結果として X と JS は LGPL から GPL にライセンスを変更した。2008年4月20日、X と JS2.1 は新たに完全な GPL3.0 か商用ライセンスのどちらかを選択できるというデュアルライセンスでリリースされた。ありがとうございます。